皆さんこんにちは、武田塾の武田です。森田です。今回のテーマはこんな音読一生伸びないぞ。英語の学習において音読はやっぱり大事と。はい、大事ですけど、間違ったやり方というか伸びないやり方でやってる人がとても多いという印象です。そもそもね、音読をしてない人も多いですけど、音読してる人の中でもやっぱり良くない音読のやり方になっちゃってる人が多いということですね、はい、こんな音読やめてくれよっていう音読、どんなのが思いつきますか？いつも言うんですけど、これ音読の人ですよ。ただただ音を出してるだけ、つまり意味分からずにただよ、はい、いわゆる英検の面接試験で音読問題でやってる人が多いやつですね。意味わかんないけど、とりあえず声に出して読んでるよっていうやつですね。なるほどなるほど。じゃあそれは絶対ダメで、必ず文章の意味とかを考えながら読みましょうねと。そうですね。なんで意味が分かってない状況でただただ字面を追ってやってるっていうのは、あいうえおって言ってるのと同じです。それは何の意味もありません。僕ちょっと思うのが、アイドルの女の子たちが英語の歌詞とかをテレビで歌ってたりするじゃないですか、はいはいはい、絶対意味分かってないよなって思いながら突っ込んでテレビ見ちゃうんですけど、うん、はい、まさしくそんな感じというか。そうですね、分かってないで読んでる、はい、それじゃ意味がない。だからよくね、聞き流しがいいとかって言うんですけど、はい、洋楽聞いてればとかね、はいはい、ビートルズだとか、英語のシャワーを浴びろとか、そうそうそう言ってて、はい、いやビートルズだっておすすめしてる人たちの、はい、ほとんど英語できないですよね。それおすすめしてる人たちのほぼほぼができてない、それは意味が分かってないからなんですよ。洋楽とかも全くで、ね、聞いてればできるようになると思ってる、はい、いやいやできるようにならないですから。なるほど。意味が分かって初めてできるようになるので、同じように音読もそうです、うん、意味が分かってないと身につきません一切。なるほど。いきなり文章を読み始めるよりも、ある程度こう SVOC 振ったりとか、はい、長文ちゃんと自分で取り組んで、ちゃんと分かった状態で音読する方が絶対いいと思うんですね。絶対そうしないとダメです、はい、初見の何も見たことない長文いきなり読んでみようじゃダメだよ、はい、それでまあ理解できるんだったりです。もちろん、はい、前から読んでて理解できてるんだったら、まあそれで音読すればいいんですけど、うんうん、それできないんだったら意味を分かった状態で音読しましょうっていうのが大事ですね。それ以外にこういう音読ダメだよなっていう音読、どんなのがありますか？これも似てるんですけど、はい、意味が分かることによって区切りが分かるんですね。こっからここまでがこの塊であるとか、節だったり句だったりとかっていう塊があって、その塊を意識して読まないと英語って自然に読めるようにならないので、ただただ単語単位で読んでるのは、それは音読の読の字がポイズンです。良くない音読ってことですね。そうです。それもだってむちゃくちゃな英語が身についちゃうんですよ。リスニングに役立たないです、そんなのは、うんうん、絶対意識してください。それ意味の塊を理解するためには、当然音声付きで聞いて、ネイティブの人がどこで区切ってるかとかに合わせて自分も真似して読むっていうのが、ね、あ、そうですね、そういうのもありますし、はい、いわゆる構文の勉強してるじゃないですか、はいはいはい、構文の勉強ってその区切りを分かるためのものなんで、なるほど、でその区切ったものの区切った単位で理解していくっていう、うん、そういう訓練が必要なんで、単語単語で理解するんではなく、塊単位で理解していくっていうのが大事。これ武田塾でも音読ちゃんとやってこいよとか、音声聞きながら音声付き音読だっていう話をしてて、うん、愛知県の、ね、一宮校の柏校舎長って校舎長がいて、はいはいはい、ちゃんと生徒が音読してきてるかどうかを見抜くために目の前で音読させるんですね。で生徒がじゃあ目の前で音読するじゃないですか。でその時柏校舎長はどこを見てるかっていうと、ブレスの位置を見るっていう、ここで息継ぎしてるということは、ここからここまでが意味の塊ってことを生徒はちゃんと理解してるなと、はいはい、だから息継ぎのタイミング、ブレスの位置を見れば、その生徒がちゃんとその英語の塊をちゃんと正しい位置で捉えてるかどうかが分かるってこと言ってて、なるほど、さすがだなっていう話をして、うん、それ武田塾前校社長に発信してくれてましたね、はい、区切りが分かってるかっていうのがすごく大事なんです、うんうん、前から理解していくっていうのに音読はいいっていうじゃないですか。そうですね、はい、帰り読みしない、帰り読みできない、うんうんうん、だから読むのが早くなる、うんうん、でさらにはリスニングにも役立つよっていう、うんうん、そのプラスの面なんですけど、まあ、まさにその区切りが分かってないと、はいはいはい、そのプラスの面を活かせないんですよ。塊で理解しない、単語単語で理解していったりしてたら、いつまで経っても早く読めないですし、いつまで経ってもリスニング対応できませんので、塊ごとにちゃんと意識しながらやるっていう音読をやってほしいですね。具体的な手順もちょっと聞いておきたいんですけど、はい、森田先生の中でこの目安の回数みたいなのってありますか？よく30分30回目安って言うんですけど、1分で読める英文だったら30分で30回、5分で読めるんだったら6回っていう風に、あまりに長いのに何回って決めてしまうと、すごく時間を無駄にしてしまいますから。なるほどなるほど。読むのに10分ぐらいかかるっていう、すんごい長いどこの SFC の長文どっかわかんないですけど、はい、ものすごい長いのに、それを今回も30
30回だとかやってたら時間無駄になっちゃいますから、なるほどなるほど、なのでこの時間内に読めるので回数っていうので、まあ30分を一つの目安としてやるといいかなと僕は思ってますね。毎日30分を目安に音読していこうということですね、はい、長文の問題集とかに音声ついてるじゃないですか、はい、その音声とはどういう形で音読を利用していったらいいですかね、はい、オーバーラッピングとかよく言われるやつですけど、はいはい、まさに聞きながら目で見て、はい、で同じように発音してみるっていうですね、こういう練習ができると思うんですね。音声を真似して音読していくのがいいぞとかですね、はい、これやっぱなんか画流の音読になっちゃってる子がいて、はい、じゃあ目の前で今読んでみてって言ったらスピードもバラバラだし、はいはいはい、自由な読み方になっちゃうじゃないですか、うん、イントネーションもぐちゃぐちゃだし、でも音声っていうのを一つの目標にしてその音声に近づけるように読む練習をしていく、もちろんちゃんと意味とかもね、うん、SVOC とかも頭の中でちゃんと振りながら音声が正解の音読みたいな、そこを目標に音読していくとめちゃめちゃ力つくなと思うんですよ ね、 そうですね。音声なしで画流で音読しちゃってる人はこれちょっと危ないなって思いますね、うん、最初は音読でもいいんですけど、まあはい、いろいろやってあついていけないなって思うんだったらまた音読で練習してから一緒にオーバーラッピングでやっていくとかっていうのがやれるといいですね、まあ、あとは最近だと、まあ、アプリでね音声の速度変えられるものもありますので、それらも利用してもらえるといいかなと思いますね、はい、そうは言ってもやっぱ音読ってみんなめんどくさいものだと思うんですよ、はい、僕も受験生の時超めんどくさくて、うん、もうずっと音読後回ししちゃってて、うん、モチベ上がる話聞きたいですね。やっぱり多いのは早くなった、速読できるようになったっていう声が多いので、音声に合わせてたら目の方が早いんだからさっていうのもあるんですけど、やっぱ目だけに頼ってやってしまうと、先ほども言ったんですけど前から読む癖つかないんですよね、うん、バンバン戻っちゃうんですよ、はいはい、分かんなかったからもう一回もう一回みたいなんですね、うん、でも音読でやるとやっぱりもうまっすぐ行くしかないので、うん、その速度でやっていくっていう癖がつきますので、うん、ぜひ速読力を上げたいんだったら音読をする方がいいっていうのがありますね。この動画見て間違った音読ね、振り返ってもらって正しい音読をねぜひやってもらえたらなと思います。大学入ってからも音読してた人としてなかった人じゃ英語力の伸びに差が出るから喋、うん、る時にも役立ちますから、ぜひ音読頑張ってみんな極めましょう。今回は以上です。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、うん、焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。